はい、こんばんは。沖縄おばばでございます。もう夕方ですね。はい、えっ、ー、とですね、えー、メモひとりごとさんのブログです。今ね、えー、ちょうどまあ開催されていた、はい、えー、もうすぐ終わり、終わりますけどね、あのー、COP27 の会議について、えー、いろんな、はい、いろんな情報が出ておりました。はい、えー、まあ向こう側の N の W の おほほの計画でございます。はい。えー、これね、とっても、あのー、これ、これ本当に来週ですね。来週メンバーシップはあげます。このことについても。はい。えー、まあ、重要な情報が、分かってきました。まあ、シナリオ同士でいいですね。いわゆる、このね、C の O の P、 えー、コップですね。コップ27。はい。これの会議の裏で、実はですね、えー、今、あのー、市内んです。市内んはい。えー、あのー、モーセがね、10回を受け取ったところですね。あそこの市内んで、えー、世界の宗教指導者たちが集まっているそうです。こちらの方はほとんどね、あのー、何もね、報道されてませんよね。 はい。えー、市内産で、えー、世界の宗教者たちが集まってます。そして、えー、何の相談をしているのかというとね、新しい環境の10回というものを決めているそうです。それで、多分ね、これね、世界、世界でね、えー、一つになりましょうのね、州の教教のね、運動の一環です。これはですね、 えあ、ー、とで詳しく話します。これに絡めて。はい。えー、デンバーですね。デンバー。はい。えー、どうしてデンバーにー、なんていうのかな。あ、話が飛ぶのかというとね。デンバーの空港にある絵、一枚の絵です。これには新しい宗教。はい。えー、それの登場が、示されている絵が実はあるんですよ。はい。えー、私はピタッとこれ、この話を聞いたとき、まあ、この絵のことを思い浮かべました。 はい。えー、なのでね、こちらのデンバーのー、絵のこと、はい。デンバー空港のいろいろなものですね。こちらのことを、来週、はい、えー、メンバーシップで、えー、お話ししようと思っております。これは彼らのシナリオです。はい。えー、彼らのシナリオでご,なございます。はい。 まあ、どういうふうにね、えー、今後、物事が動いていくかという彼らの,のシナリオでございます。はい。それと、今回のね、えー、この COP27 の、はい、えー。こちらの集まりが、非常にね、被ってきますよというお話でございます。はい。えー、まあね、えー、そういうことでございます。で、えー、まあ、いろいろね、 えこの環境にかく、かこつけてね、彼らがやろうとしていることです。つまりは、はい。えどういうことか。もうね、あの、仕込みは終わりました。はい。えー、何度も言っているように。で、このブログにも、その段階は終わってますよと書いてあります。いわゆるね、パクパクです。パクパク。はい。えー、パクパクのことでございます。はい。わからない人は、まあ、申し、申し訳ございません。はい。えー、パクパクとね、食べたっていう、その、 ことでございます。はい。まあ、いろいろね、あのー、なんていうのかな、木の安め的なあ情報もいろいろあるんですけど、えー、なんていうのかな、例のね、えー、ケーキですね。はい、レアケーキは、あ濃度が違うんでね、えー、大部分の人があ大丈夫なはずとかって書いてありますけど、濃度は違くてもね、はい、濃度は違くても、おー まあ、時間ですからね。時間をかけてゆっくりゆっくりですから。はい。まあ、そういうことでございますので、えー、まあ、なんて言うのかな。その濃度、まあ、なんて言うのかな。ある意味ね、えー、いろいろ、当たり外れがあった一つ目と二つ目を除いてですね。はい。えー、三つ目からは、ちょっとね、はい。濃度が、バラバラでもね。 えまずいことになるとは思ってます。はい。まあそういうことですね。はい。えー、で、えー、こちらのね、えー、い,いわゆる COP27 のね記事も貼っておきます、えー。もう1段階目は過ぎました。はい。今は起きていることは2段階目です。はい。まあそういうことです。向こう側が順調にやっているということですね。はい。えー、いや嫌な話ですけど。はい。 まあ、それにね、まあ、対抗している勢力もあるっちゃあるんですけどね。えー、まあ、和水さんですね。でも、和水の中にもね、えー、向こう側のね、えー、C の C のピッピーがいますんでね。はい。<laughs> まあ、そういうことでございます。はい。この辺はね、えー、もう解説済みなんで、えー、お分かりになるとは思いますけどね。あのー、メンバーさんの方とかね。 はい、えー。そういうことです。はい、ね。とりあえずこちらのね、記事貼っておきますので、えー、皆さんどうぞ見に行ってください。はい。えー、今日も本当に一日ね、お付き合いいただきありがとうございました。そして、えー、皆さんにね、えー、心からお礼申し上げます。また明日もね、えー、頑張って、はい。希望に満ち溢れて、私たち希望がないわけではありませんから、はい。えー、どんでん返しありますのでね。 えー、ここら辺は気を確かに、えー、強く持って生きてまいりましょうということでね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい、みっけさーん。はい、肉球が隠れてますね。はい、かわいいですよね。